慶応義塾大学2025年度、はい、入試変更しますね。文学部に4技能入試加わる、まあ、この2500点はどんなものかを、ね、説明しましょう。だったら2級で取るよりも絶対準1、1級で取った方がいいですね。ということで始まりました、もてちチャンネルです。さあ、今回なんですけど、まあこれで、ね、取り上げてくれっていう声もね、上がっていたものなんですけども、はい、慶応義塾大学2025年度以降、入試改革、まあ、改革とまでいくかわかんないですけど、はい、入試変更しますね。その一般選抜の変更点についての発表がなされました。まあ、やっぱり目玉となるものですね、ハイライトになるものは、慶応義塾大学文学部ですね。はい、文学部に4技能入試加わる。まあ、正確には、はい、英検利用型入試が加わるということですね。で、また、むずいというか、まあ、かなりね、レベルの高いことを要求しているという感じなので、まあ、そちらを見ていきたいと思います。まあ、もちろんね、入試は変更されるわけですよ。2022年から、まあ、学習指導要領変わってますから、新しくなるわけですよ。だって、共通テストだってね、変更する予定になってるじゃないですか。まあ、数学だって、ほら、数学 C。加わるじゃないですか。そう、数 C ってね、昔あったんですけど、なくなっててね、それが加わるんで、当然数学を課すところはね、変わるんですよ。慶応の中でもやっぱ数学化してるところは結構変わってたね。で、ほら、歴史だってさ、地理総合、歴史総合とかさ、なるわけでしょ。歴史総合、日本史探究、歴史総合、世界史探究とかなんだよね。公共とかね、加わるしね。で、情報も入るでしょ。そんな風に変化するんですが、まあ、いろいろと変化されるということで、で、2025年にいよいよ慶応も変わりますよって言って、で、慶応は4技能入試入れないってすごい言ってたんですよ。で、早稲田大学は改革しますよ。私たちは変えるんですって言ってたんですよ。で、だから早稲田っていうのはもう4技能をね、どん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 入れていくだろうっていうふうに言われてた。でもなかなか慶応が首を縦に振らないって言って、まあ4技能推進のね、人たちは言ってたんですよ。しかしね、一番伝統的な和訳問題がっつり出している文学部が英検利用するってね、もう意外や意外。立教だってさ、全部4技能入試でやってるのにさ、文学部だけは4技能だけじゃなくて、一般入試で普通の英語の問題、立教オリジナルの英語の問題でやるんだって言って1個残ってるわけじゃないですか。なのに、2025年度以降の慶応義塾大学一般選抜の変更点について、慶応義塾大学の2025年度以降の各学部一般選抜において変更する点をペーシーの通りお知らせいたします。なお、ここに予告する変更点は現時点の予定であり、予告内容について追加変更等が生じた場合は改めて公表します。また、出願に関しては、受験する年度の一般選抜事項を必ずご確認ください。なお、2025年度については各教科、科目とも、旧教育課程履修者を考慮するものの、特別な経過措置は取りませんと。わかりました。では話題の文学部見ていきましょう。外国語の選択科目に英語外部試験利用を新設し、中国語を廃止します。中国語廃止するんだよね。慶応文学部ってあるんで、フランス語、ドイツ語、中国語ありますね。でもやっぱ中国語だけね、バカ高いですよ。まあまあまあ、センター試験共通テストを見ても分かる通り、中国語ネイティブがめっちゃ受けるから、非常に点数が高く出るんですよ。でも差をつけるのがめっちゃ大変なんだよね。で、英語外部試験利用は、実用英語技能検定、英検 CSE 総合スコアが2500以上、受験級及び合否結果は問わない。であり、2025年度入試の場合は2023年1月1日から2024年12月31日までに受験し、はい、ちゃんと期間ありますので気をつけてくださいね。本学一般選抜の出願期間中にスコアを提出できるもの、英検2022年度第3回実施分以降を有効としますとしていますね。英検だけなんだよね。まあ、あとでこの2500っていうのがどんなものかを、ね、説明しましょう。まあ、これは非常に重要なことでもありますし、まあ、自分自身ね、武田塾やってるし、英検の本書いてるし、あとは慶応合格塾もね、始まりますから、早稲郷でね。早稲郷で始まりますからってなんか変だけど。はい、そちら、英検対策講座とかも僕やるってことだよね、普通に考えたら。で、ただ2500でしょ？もうほぼほぼ準一で取ってねってことだよね。なんかこれ2300っていうところが多いんですよ。やっぱ英検準一合格するレベルのとこなんで、2500に設定してる以上ってしかもついてるからね。外部試験の得点は外国語の得点に換算します。換算だ。わかんないんだ、何点になるか。
英語外部利用試験を選択した場合、一般選抜の試験当日は第2次元以降のみ受験します。2元からやって、午後からやってくればいいってやつね。これ言ってた立教の入試のやつ出てますね。うちのチャンネルで。立教大学は昼からでいいんですよって言ってたんで。で、各科目の範囲はこうしますって言って、まあ一応英語だけ見ておきましょう。外国語第1次元120分。2時間もあんだよね、あれね。ほんと長いんだよ、私。でもまあ、2時間あるから十分できるんだってね、よく言われますけど。いや、あれ、記述だからね。で、入って150、そうそうそう。ドイツ語、フランス語、英語、独自試験、英語外部試験の4科目から1科目を選択する。はい。いや、かなり外部試験も来ると思うけどね。ただ、どっちで取れるかだよね。ドイツ語があって、まあ、セファールの B1 から B2 だよ。フランス語、B1 から B2 だよ。英語、独自試験。まあ、今までで言うところのね、長文が1個ポンとあって、それ、こう、記述式です。和文、英訳。まあ、英釈文で解けるんですけど。そして英和訳があって説明問題なんかがありますね。で、英語外部試験利用を実用英語機能検定英検 CSE 総合スコアが2500以上4を選択した場合、外部試験の得点を外国語の得点に換算する。はい、一体どんな風に換算されるんでしょうか。ではその CSE スコアを見てみましょう。で、 CSE スコアってこんな感じなんですね。英検準1級に合格2304点なんですよ。でも9は関係ないって言ってるので、2500超えることは2級でも可能は可能です。まあほぼほぼ満点じゃないといけないですね。だとできるかできないかと言われたらできます。はい、ぶっちゃけ英語が得意な人だったら2600取れるもん、2級だったら。ただし2500を満点扱いとしてないわけですから、ただただ換算なわけですね。だったら2級で取るよりも絶対準1、1級で取った方がいいですね。で、合格不合格は問わないって言ってるので、英検1級の合格は2630点なわけですよ。で、2630点なんで、不合格でも2500超えっていうのは出てくるわけですね。で、まあ相当高い戦いになると思いますけどね。望んでいるのは、いわゆるまだ C1 までは望んでないわけですね。望んでないっつってもね、換算がどうなるかわかんないけどね。B2 の一番上が2600点なんで、で、まあ英検だけなんだもんね。他の試験は OK にしてないんだもんね。IELTS が乗ってるね、これね。ちなみに、TEEP と IELTS が乗ってる。IELTS は 6.5。6.5 は相当きついと思いますけどね。英検準1級合格じゃ全然無理だもんね。なるほど。いや、相当やっぱね、KO で使われるとなると、高得点勝負でしょうね。立教ですらやっぱ2300なんか余裕で超えてくる人たち山ほどいるから、KO 分なんて英語大好きな人たちいっぱいいるからね、まあ、すごい戦いになるんじゃないかなと思います。で、その他のね、一応経済学部とかも載ってるんですけど、まあ数式が出てくるのでね、ベクトルがあるために数学 1,2,ABC っていう形になると、まあ共通テストと同じですね、そういった形で。で、あとはそういわゆる歴史総合が出てくるから、そのために載ってるよね。だから法学部とかもその歴史総合あるから出てきて、で、あ、ただあれか、法学部は論述力って呼んでたのが小論文って名前変わりますね。で、小学部も日本史、世界史、そして数学のところ論文テストね。医学部とかもそうですね、数史のやつが。総合政策環境情報に数史入ってないな。看護医療には数史入ってますね。数3は入ってないな。薬学部は全部入ってますね。数3、数史。はい、という感じになります。こういった変化がなされるということで、皆さんどう思いますか。そうか、英検また売れちゃうかな。あ、これ日給だった、増刷されたばっかりですけど。人気出ちゃうかなということでした。皆さんどう思われるかぜひコメント欄でお聞かせください。僕はまあ文学部がね、4技能に動いたのはちょっと驚きでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.